はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はぜひ倒してもらいたい NPC 紹介していきます。場所はここですね、クコクです。光のメインストーリーを全部終わらせると入れるようになる国ですね。ここです。まず出てください。そうすると南クコク茶道、ここに出ます。ここにね NPC がいるんですけども、そいつを倒していただきたい。なぜかというとアイテムの美味しいやつを持ってるんですよ。ものすごく美味しい。なので絶対倒してもらいたいですね。こいつです。この舞台の上に、いるんですけども、最初はね弱いです。最初は弱い。でも何度かこいつね立ち上がってくるんですよ。でその度にアイテムも入手できるので、かなり美味しい敵になってます。敵じゃないな。うん。まあ、とりあえず行きましょう。まず倒す前に盗んでください。盗むか、おねだりするか買い取るか、まあ、どれかですね。では試合をしていきましょう。最初は弱い。最初の3回ぐらいまでは弱いです。ワンパンでいけるんじゃないかな。まだまだだ。いけるね。んで倒しました。そしたらば倒れます。夜に帰るとまた起き上がるんですよね。でアイテムがまた別のやつを持ってるようになるので、全部、いただいちゃいましょう。でいただいた後に光で試合をして倒します。オーシュットで倒してもいいです。うん、光かオーシュット、どっちか。まあ、俺は光の方が早いかなと思います。最後になると結構強いんですよこいつ。結構強いので、まあ、火力の高い光の方が向いてるかな。で倒しましたらば、夜にしまして、装備品をもらいます。大事にんでまた戦っていきましょう。ここら辺まではまだ余裕かな。ワンパンでいけるか。あ、もうワンパンじゃないわ。ここからだ。でもツーパンでいけます。まだまだだ。3回目でツーパンですね。うん、まあサミダレ使えば一発でいけるとは思うんですけどね。でまた夜にして、いただいちゃいましょう。美味しいね、美味しい装備持ってますよ。はい。でまた朝にして戦います。みなぎる剣士になりましたね。最初は名前がちょっと違ったんですけども、名前がどんどん強そうになってきます。そうね、2回目で打ちましょうかね。多分これで倒せるでしょう。あ、間違いないな。政治はいい。オッケー。まだまだ全然余裕でいける。まだ全然余裕で、みなぎる剣士倒しました。夜にします。不尊な剣士か次は。おお全部レベル99ですね。おねだり値段、おねだりが結構強い。でこれ仏甲増強のナッツ、これゲーム内に4つかな、それぐらいしかないアイテムなので、ものすごく貴重です。これ絶対取ってください。しかも、この次にパワーアップするやつからも、もらえます。なので必ず盗んでから、倒すようにしてください。多分盗まず倒してしまうと、後戻りはできないと思います。うん、しっかりとゲットしてからやってくださいね。この仏甲増強のナス、ものすごいレアアイテムです。で戦いましょう。行くぞ。いざ。行くぞ。こいつになると結構、いやいけるな。いけるでしょ。さすがに10万ぐらい与えれば倒せるね。はい。で倒しました。でまだいます。次が最後です。おねだりしましょう。ほら仏甲増強ナッツ、
だね。あ、ボロ布だけはダメなのか。じゃあボロ布はソローネで盗みま、いらないけどねいらないんだけどね、盗みましょう。はい、まあ別こいつは倒さなくてもいいです。うん、ここを盗むだけでいいんだけども、まあ一応倒しましょうか。いざ。多分、あー意外と動き早いな。友のために、あーとりあえずこれでちょっとでもダメージを与えて、いざ、いけるか。勇王の斧よ。おー、いけたー。まだまだだ。いけましたね。でこいつは、最後なのでもう出てきません。起こしても、アイテムはもうなしですね。でも何回でも戦うことができます。はい、ということで今日はですね、絶対倒してほしい NPC 紹介しました。場所ですけども、ここ九国の下、南九国茶道ですね。この舞台の上にいる NPC ですけども、最初は弱いです。最初弱いけども、どん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 強くなります。ぜひ戦ってみてください。ナッツがめちゃくちゃ美味しいです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。